33歳の頃、兵藤が男5人で飲みに行った時のこと。友達が女の子を一人呼んでいいと言い、女友達を呼んだ。その女の子は兵藤の対角線上の一番遠い席につくなり、兵藤のことをチラチラと見てきた。当時彼女のいなかった兵藤、もしかして俺に気があるのかもと思い、彼女に対してアピール開始。まず飲み物をビールからワインに変え、次に食べる姿もかっこよく見せようと、焼き鳥を口から外し箸でつまんで食べたりと、とにかく格好つけまくった。そのせいか、先ほどよりも増して何度もチラ見してくる彼女。これはいけたぞと心の中で確信し、タイミングを見計らって彼女のそばに、冗談交じりで、ずっと俺のこと見てたやろと言うと、彼女は深くうなずき、そして衝撃の一言。だってあんためっちゃ霊がついてるから。彼女ではなく霊に好かれていた兵藤だった。